和歌、島三郎は、和歌山県日高郡川辺町出身の元、大相撲力士。本名は、松井三郎。和歌島と表記する文献が多いが、番付上では、和歌、島の表記である。1906年9月22日に、和歌山県日高郡川辺町で生まれる。和歌山県立田辺中学校に通っていたが、相撲の強さを、同郷の高野三三三郎に見出されたため、 三年生で、中途退学して入間川部屋へ入門、間もなくではの海部屋へ転属した。四行名は、郷里、和歌山県にちなんで、和歌、島とした。1923年1月場所で、初土俵を踏むと、スピード出世で1928年5月場所で、新十両昇進、その十両もわずか2場所で通過し、1929年1月場所で新入幕を果たした。 入幕からわずか3年後の1932年1月6日に、春十円事件が勃発すると日本相撲協会を一時、脱退したが、1933年1月場所において幕内格別席で復帰した。前さばきがうまく相撲感がさえ、鋭い立ち合いから強い突っ張りを見せた後で、左右どちらでも自由に組める4つの形から上、手投げや深く足を入れて、 相手をひねり倒すような独特の打ちかけで攻める天才肌の取り口で土俵態度もよく人気があった。しかし、稽古なんておかしくて、といった伝説があるほどの王の稽古嫌いと、無欲な性格で知られ、三役は小結び一場所に終わった。稽古嫌いでありながら、通算勝率が5割を超えるのは、関脇力士では非常に稀で、実力は高かったことから、天才児と称された。 双葉山の69連勝中に、順場所で上手投げで勝ったことがある。1939年5月場所を最後に現役を引退し、年寄り浜風を襲名した。年寄りとしては明治大学、陸軍主管学校で、相撲部の師範や、勝負検左役、理事を歴任、妻には、相撲者や、若島を経営させた。 晩年はほとんど教会にも顔を出さなかったということで、ある。1961年3月4日、異界用により死去、54歳没。津。若、島の幼女は、福の花、孔一のもとへと継ぎ、福の花は、松井星となったほか、幼女は、妻の後を継いで、相撲者や、若島を経営している。AB ベースボールマガジン社。 大相撲名門立伝シリーズ、出羽の海部屋、カスガノ部屋 P25、ありがとうございます。